経済学あるいは、火星論は、アリストテレス名義で継承されてきた義書の一つ。現代の、オイコノミカとは、オイコスとノモスの合成語で、火星を意味する、オイコノモス、オイコノミアから派生した、複数、中性系の形容詞で、火星に関するの意。単数、男性系の形容詞のオイコノミコスと共に、火星論、火星学や経済学の語源となった。 アリストテレスも政治学冒頭の第一巻で火星術について言及しており、本著作の主要な参照元の一つにもなっている。時代的に先行する似た題名の有名著作としては、同じく火星について扱ったクセノポンのソクラテス対話編、オイコノミコスがあり、こちらも本著作の主要な参照元の一つとなっている。本著作は別々の人の手による、 全く異なる内容の短編文章3編によって構成されている。第1巻はアリストテレスの政治学とクセノポンの火星論の内容を参照、抜粋しつつ火星術について述べられる。現代に忠実な火星論、火星学、火星君といった表現がふさわしい内容となっている。作者はペリパトス派の人物と見られるが、具体名としては、 紀元前1世紀のエピクロス派哲学者ピロデモスが、その著作の中で、アリストテレスの後継者でありペリパトス派二代目、学党だったテオプラストスが作者であると述べている。全六章からなる。第二巻は、異色な内容であると同時に資料として、最も貴重、重要な文献であり、様々なポリスアジア国家の財政政策、徴税、取材の実例を集め、考察を加えたもの。 経済学、財政学、あるいは、取材術といった表現がふさわしい内容となっている。作者はペリパトス派の人物かどうかも含めて説が定まっておらず、複数人説もある。末尾では、起出人物の事例が別個に追加されている事例が、参見されるなど、編纂の粗雑さないしは、複数人の記述への介在が伺える。前二章からなり、第一章は、概論。 第2章は、事例集になっている。第3巻は、ラテン語訳のみが現存する文献であり、家庭における夫婦のおきてを述べる。第1巻、第2巻、第3巻、ありがとうございます。